スタップ細胞に関する nhk の番組について尾方春子さんが名誉毀損を申し立てていた問題で bpo 番組放送倫理番組向上機構は人権侵害があったとする判断を示しました2014年に放送された nhk スペシャルについて bpo の 放送人権委員会はスタッフ細胞の正体は ES 細胞である可能性が高いもののこの ES 細胞が何らかの不正行為で入手混入された疑惑を示す放送内容は名誉毀損の人権侵害だと判断しましたさらに取材を拒否するおぼかたさんを執拗に追いかけたことについて放送倫理上の問題があったと判断しました NHK に対しては 尾方さんを不正のの犯人ととししして追求するようなな姿勢があったたではないかと指摘しましたこれに対し NHK は決定を真摯に受け止めるとした上で番組は客観的な事実を積み上げ表現にも配慮しながら制作したもので人権を侵害したものではないと考えますなどとコメントしています。